鴨浦さん、今日ちょうどよかったですよ。鴨浦さんの X 見ていて、うん、ちょうど回答の危機が脱出できたっていうのを見て、自分も嬉しかったんですよね、あの X 見て。はい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 。仮処分の話の中で、こっち側が出した条件を大津さんが飲んだっていうだけで。大津さん側も、じゃあ、それで納得していただけたんですか？そうです、そうです。本裁判で今、代表権がどっちになるかっていうのを争ってるわけじゃないですか。それの結果が出るまで勝手に回答しないでねっていうことに同意したってことです。うわー、嬉しいですね。自分もそこが心配だったんですよね。勝手になんか回答しないって言っても裏でしそうな感じがしていたので、なんていうか、今までの経路をたどると、なんか、ちょっとそれが怖いなと思ってたので、それが防げたんであれば大丈夫ですよね、今回まずは。まあとりあえず本訴の結果が出るまでは回答はないってことですよね。ただ大津さんも本当に正直言って和解とかお金じゃなくて狙いって本当に立花さんを困らせたいだけだったんですか？そうですね。それ自体がなんていうか、本当程度が低いというか、結構しつこいんですね、そういったなんか女性のなんていうんだろう、支援っていうんですか、やはり。まあ単純にそれが原動力でしょうね。ただなんか大津さん、フライデーとかでも取り上げられてて、結構そういうところでは発信されてるみたいですよね。まあフライデーが取材させてくれって言ったんじゃないですか。確かに、大津さん自らオファーするような、まあそういうのはないですもんね、多分。まあどっちからか分からんけど、フライデーの記事なんか、まあ詳しい僕らが読むと全部間違ってるっていうのはすぐ分かるんで、多くの国民はそれで騙されるんでしょうけど、まあもうそういうフェーズじゃないんで、今はたちまち回答しないっていうことに同意をしたじゃないですか、争ってる段階で。ってことはもう回答はないってことなんですよ。仮に本裁判で斉藤健一郎さんが勝てば、そんな回答する権利なんてもうそもそも大津さんになくなるわけなんで、まず回答がなくなるじゃないですか。今現在回答しないっていう約束したのに、大津さんが仮に本裁判に勝って、大津さんが代表ですと晴れて認められた段階で、回答する意味もないでしょ。大津さんに借金だけが残るだけですもんね、そこで回答した場合。そう。だし、だったら今すぐ回答するべきじゃないですか。そうですね、今回答した方が早いですね、それだったら同じなら。でも今回答しないってことは、自分に代表権が与えられたタイミングでも回答するつもりはないってことなんですよ。そこはイコールで結ばれるんですね。だって斉藤健一郎さんが勝ったらもう大津彩香なんてただの女なんで。本当にそうですよね。ただの一般人に戻るんですよね。いや、そこら辺に落ちてる女なんで。いや、鴨浦さん、うまいっすね。ただのそこら辺の女になるわけでしょ。なりますね、はい。そうなったら回答しますって大津さんがいくら言っても、お前も代表じゃないって言われたんだから、どっか行けやって言われて終わりじゃないですか。だしかも173対1で、皆さん望んではいないですもんね、一緒にやろうっていうことを。そう。このタイミングで回答しないって言ったってことは、自分自身に代表権が得られたとしても回答はしないってことです。あとは鴨浦さん、気になったところで、若い案、本当は大津パパたちは飲み込みたいというか、もしかしたらどっかの時点では、大津さん自身も、まあ、和解した方が得だよねっていうのは考えてたんでしょうかね。いや、大津さん自身は考えてないけど、大津さんの周りの大人は考えてましたね。大津さんが逆だったんですか、和解はしないという。大津さんはバカなんで、そこら辺わからないんじゃないですか。でも、周りにいる大人は割と賢いんで、人生経験も大津さんより豊富だし、この辺りがもう落としどころなんじゃないのっていうのは何度も説得にはしたけど、でも王さんがそれに対して聞かないっていう状況がずっとここ数ヶ月続いてたんですよね。じゃあ周りの人たちはもう和解っていうところで譲歩というか、もうそこが妥協点だったんですね、本当。これ以上だって争ったってもうお互いメリットがないですもんね、もう正直言って。そもそも世間がもう飽きてますからね、この争い。いや、そう思います。自分ももう分かんないですもんね。自分も鴨浦さんとこうやっていろいろお話しさせていただいて3ヶ月ぐらい経ってますけど、この事件がちょっとみんな興味なくなってますよね、だんだん、この話題に。立花さんがどんどん情報を発信していくじゃないですか、YouTube で。しかも、エビデンスをもとに、村岡弁護士、いわゆる私業の弁護士と呼ばれる、実際に今回担当してる弁護士さんを一緒に出演させて、番組に出てるわけじゃないですか。ってことは、みんなそら聞きますよね。例えば、じゃあ、大津さん側っていうのは、大津さんも、豊田弁護士も発信はないじゃないですか。ってことなんですよ。じゃあ、そこに対しての反論っていうか、大津さん側も特にはないんですかね、もで、反論があったとしても、幼稚園の子供が喋ってるぐらいのもんでしょ。ああ、なるほどです。その程度の、まあ、レベルというか、正直言ってそのペースじゃない。先生、立花君にいやらしいこと言われましたって言ってるレベルでしょ。確かになんかそんな感じですよね。立花隆君に泣かされましたって言ってるレベルじゃないですか、大津彩香なんて。もうそのレベルだっていうことがもう全部めくれちゃってるんで、何をどう思わせぶりななんかツイートとかしても、もう全部バレてるよっていう。こっちはもう全部お見通しだよっていうことなんですよ、もう。うん。やっぱり進んではいるんでしょうかね、この状態でもやっぱり。まあ裁判が進んでる以上は物事は進んでると思いますよ。立花さん有利にこれから動いていくんじゃないですかということでコメントいただいたんですけど、そこら辺はどうですか、鴨浦さん。いや、僕は最初から立花さん有利だと思ってますけどね、冒頭、一番最初から。じゃあ、全く立花さんが負けそうになるってことはないですかね、今回も。立花さんから急に朝電話かかってきて、別に何の用事っていうわけじゃないんやけど、ちょっと電話してみたわっていうことで電話かかってきて、大津さんが3月の末、その総会で、代表権を斉藤さんに譲りますとか、はい、私が代表を降りますとか言ってるじゃないですか。その音声がある以上、もう揺るがないんでね、それは。もう証拠ですもんね、完全に。降りますっていう証拠を出してるんですもんね、もう。だから、大津さんが何をどういうふうに言っていったとしても、いや、でもあなた、ここでこれだけライブ配信もされてる公の場で、この十何回も、やめますって自分の口で発信してるじゃないですかって言われますよね。そこに対しては、大津さんはどんな反論をしてくるですかね。立花さん曰く脅されたから、はい、そう言わざるを得なかったんだと。それはちょっと違わないですか。脅されてはないですよね。立花さんもそれ笑いながら言ってたけど、脅されて仕方なくそういうふうに言ったっていうふうな主張してこようとしとるみたいなんやっていうことを言ってましたけど、はい、いや、状況をそのまま正直に立花さんは、はい、11億円の借金がこのままだとあなたの肩に乗っちゃうよと。もう債権者が大津彩香なんていう小娘が代表になるんだったら、はい、俺たちは立花隆にお金を貸したんだと。立花隆を応援するためにお金を出したのに、はい、立花隆が代表を降りて、小娘が、はい、代表になるんだったら金返せと。っていう現実を伝えたら、それは怖いよねって。だって現実ってそう怖いじゃんって、立花さんも言ってました。それは絶対立花さんの言ってるのが、現実は怖いものですよね。だって正直、ちゃんとしてルールにのっとってますから。で、その現実を知らされて、大津さんは私も朝それを知ってびっくりしたんです。だから代表権を譲るって言ってるじゃないですかって大津さん言ってるんですよ。それを言われたから自分は言ったんですよっていうのを強く強調してるんですよね。だから自分の手に負えないってその時に思ったから。それで、じゃあその一番ポイントなのは、じゃあ大津さんがこう言ってるけど、同じ会場にいる斉藤君、それで OK って立花さんが聞いたんですよ、斉藤さんに。だから斉藤さんが、ああ、僕代表で大丈夫です、OK ですって返事してるんですよ。その場面が、まさに、大津彩香から斉藤健一郎に代表権が移動した瞬間だって立花さんは電話で言ってましたね。そして斉藤さんの方が支持者も多いし、斉藤さんの方が希望を持てますもんね、やはり。あと、昨日出ていただいたシルビさんも、本当にまあ、立花さんファンなんでしょうね、シルビさんは完全に。本当に大津さんは、何やってんのっていうぐらい怒ってましたね、昨日シルビさんって方が。あ、福原シルビさん、北海道の方ね。はい、福原氏。本当に大津さんがやってる、その支援で、こんなに大ごとにするんじゃないみたいな、私たちだって迷惑かかってんのに、あんまり言ってないっていうか、そんなに言ってないんだからっていうこともおっしゃってましたね、なんか。まあけど、大津さんの人間性とか、そういうところを攻めていくのはもう時代遅れかなと思いますけどね、そういう人だってもう分かってるんで、いや、もうそれってもう分かってるよねっていうか、もう今更感がすごいというか、僕の中では、もう大津彩香自体はもう飽きてますけどね。そして、フチポンは大津彩香のこと嫌いなんじゃないかってぐらいコメントいっぱい来てるんで、ただまあ、鴨村さんとでもこうやって喋ってれば、でも、正直言ってあんま好きにはなれないタイプかなとは思いますね。だってその嘘をついたりとか、ちょっと問題が。まあ、好きとか嫌いかで言ったら嫌いにはもう間違いないけど、だからといって嫌いな理由を述べていったところで何の生産性もないんで、実務として村岡弁護士とか、まあ、立花さんが裁判で争ってて、はい、その都度情報を今回みたいに出してくれてる中で、まあ、普通に見守ってればいいと思いますけどね。じゃあ、これは結果的に出るまでちょっと落ち着いて見守るみたいな形なんですか？だって犬のうんちって汚くて臭いじゃないですか。それをみんな知ってることなのに、そういえばフジポンさん、犬のうんちって臭いし汚いですよねって言うのを喋っても、はい、もう知ってる話なんで、大津彩香って汚くて臭いよねっていちいちもうずっと言い続けたところで、いやもう分かってるよ、知ってるよってなると思うんですけどね。NHK のぶっこわ